オラデア、ハンガリー語、ナジワーラド・ナギバード、ドイツ語、グロースワールダイン・グロスワーディーンは、ルーマニア西部トランシルバニア地方の都市、ビホル県の県都である。2002年の国勢調査によれば総人口は206,527人。これには、近郊の自治体の人口は、含まれていない。近郊を含むと、オラデア一帯には22万人が住んでいる。オラデアは、 温泉で有名である。その産出量は季節によって変わる。クリシュルレッペデ川側の谷がクリシャナ平原に向かって開いている地点に位置する。ハンガリーとの国境からは1 3トル居住地の主要部は氾濫源の上に位置し、クリシュルレッペデ川の団地にある。クリシュルレッペデ川は町の中心を横断している。オラデアが最初に、 ラテン語文献に現れるのは1113年であり、この時はバラディヌムという名で研究された。現在は廃墟として残っているオラデア城塞は1241年にモンゴル帝国の来襲に備えるため修復と強化が始まったという記事が最古の記録である。オラデアの地図14世紀、ハンガリー王カーロイ一世とその息子ラーヨシュ一世の時代には オラデアはカトリック教会の主教座所在地となった。16世紀、トランシルバニアはオスマン帝国創始下の自治権を持つ反独立国家トランシルバニア公国となり、その範囲の中にはオラデアのあるビホール地方も含まれた。1598年に要塞はオスマン帝国軍によって包囲され、1660年オスマンはオラデアを占拠し、 ハプスブルク帝国軍が侵攻してくる1692年9月まで支配下に置いた。1703年にはラーコーツィフェレンツ2世に率いられた反ハプスブルク運動が起こり、オラデア要塞の周囲の市場も、砦の中の帝国の中屯部隊とラーコーツィの反乱軍との戦場になった。その時の帝国の中屯部隊の支援においてのオラデア、市民たちの功績は、 1712年11月27日に新生ローマ皇帝カール六世によって公式に認められている。またその頃、オラデア市民たちの経済的生活においては、手工業と商業が盛んになったことが特徴として挙げられる。18世紀には、ウィーン出身の技術者、フランツ・アントン・ヒルデブラントがバロック様式による都市計画を行い、1752年に、 死の大規模な改造に着手した。ローマカトリック教会の大聖堂、大司教宮殿、クリシュの国博物館など、現在残る多くの建造物がこの時に建てられた。1918年10月、ルーマニア国民党のアウレル・ラザルの家で、トランシルバニアのルーマニア人の自治権の宣言文書であるオラデア宣言が編集された。1925年、 元の市民自治体が解散し、新たに自治体の地位がオラデアに与えられた。この条例に従い、名前もオラデアマールからオラデアへと変更された。ホテルやレストランなどの入るクロアシ宮殿オラデアは、ハンガリーとの国境に位置し、ルーマニアの西ヨーロッパへの玄関口となっており、そのためにルーマニアでも有数の繁栄した都市である。1989年以降、オラデアは、 多くの経済的刷新に直面している。これは工業部門だけでなくサービス産業にもわたり、後者の刷新はオラデアが消費活動の重要な拠点であることによる。オラデアの失業率は6.0%で、ルーマニア全国の失業率に比べればやや低いが、ビホル県全体の失業率約2%に比べれば非常に高い。オラデア市は ビホル県の人口のおよそ34.5%を占める一方、県の工業生産のおよそ63%を生産している。その主要な産業は、家具、織物と衣類、履物、食品である。2002年の国勢調査によれば、総人口に占めるそれぞれの民族の人口と割合は次の通りである。1848年以前、オラデアは、オラデアノーア、 オロシング、ベレンツァ、バレンタ、スブチェターテの4つに分かれた町で形成されていた。それぞれの区画は、ビカス・ベネチア、ビラ,ラ・ラテ・ノーラム、ビカス・ボラニア、ビカス・パズアなどとも呼ばれており、その名前は、18世紀にこの地に定住していた、フランス人、ワロン人、イタリア人などの住民に関係している。現在、オラデアは、さらに多くの地区に分けられ、 以前の市の中心区であるジェントルルチビクの周囲に環状に配置されている。市内の公共交通機関のネットワークは市の機関であるオラデアトランスポートローカルによって運行される3本の路面電車線といくつかのバス路線からなる。CFR の駅は中央駅、西駅、東駅、エピスコピアビホール駅の4つがある。西駅は吉谷地区に位置し、中央駅は 市の中心街の側にある。また、東駅はベレンツァに位置する。また、オラデア国際空港があり、タロム航空が毎日国内便を、カルパトエアが、ドイツ、イタリア、フランス、ギリシャなどの都市への定期便をそれぞれ運行している。オラデアバロック宮殿オラデアの観光名所は、以下の通り。また、郊外には、バイレフェリックススパリゾートがあり、バスで行くことができる。オラデアオンライン。 イストリア王子アルー、ありがとうございます。